ドバイターフってことでね、見ていきたいと思います。秘密基地ファイルの総数8でございます。今回はですね、まあ、メイダン7です。 G1 芝 1800m 戦ということなんですけども、まあ日本馬がね強そうだし、まあイクイノックスというまあ大きな物差しがありますからね、ここを基準にして考えると、まあ、こんな感じじゃないかなと。まあ、軸は5番のドウデュース前、想定1番人気なんですが、まあ、イクイノックスのライバルとしてね、有馬記念で復活を見せました。まあ、正直ね、武豊が乗ってようやくみたいな感じになってますけれども、まあ、どこまでまたやってくれるかっていうのは一つ注目どころなんでね、まあ、一番期待はしておきたいと思います。まあ、そして4番のダノンベルーが前売り、ネットベック競馬想定2番人気、去年の2着馬。まあ、ここでのね、適性っていうのは大きいと思います。まあ、そろそろね、大きなタイトルが必要な馬です。まあ、逆転が、というかね、勝利まで期待はしておきたいと思います。まあ、そして、9番のマテンロースカイ前売り8番人気。まあ、この馬もね、なんだかんだ、イクイノックスとのね、過去の着差なんか見ても十分勝ち負けになる馬っていうところなんですが、まあ、何よりね、横山のりひろ騎手、27年ぶりのドバイ。まあ、あの時のね、思いを空へというね、マテンロスカイですからね。まあ、あの時の忘れ物を取りに来たっていう感じで、まあ、ね、あの時の涙が本当に、ここでね、こういい形で報われるようにってことは祈っております。まあ、そして10番メジャードタイム。まあ、芝レースは5戦5勝っていう上り馬。まあ、前走ね、前哨戦の G1 勝ってきましたからね。これはまあ、日本馬以外の枠では期待をしておきたいと思います。そして14番の、ボイッジバブル。これもね、昨年の香港マイルでナミュール他に先着した馬ってことで、まあ、ナミュールよりこっちということにしてみたいと思います。日本馬に先着してきたっていうね、この辺の、実績を優先すると、まあ、こうなるかなってことで、まあ、今回はね、こんな感じでいきたいと思います。またね、チャンネル登録、グッドボタン等よろしくお願いいたします。以上、タッチーでした。